橋の道の駅へレッツゴー。レッツゴー。330日くらいかな、一番過酷な時に行ってたね。そうね。あとどんどん寒くなっていってね。そう、12月に、ね、夫婦でバンライフを続けて330日が経ちました。今回は久しぶりに地元愛知へ帰ってきて気がついたバンライフの不思議な感覚をお話しします。このチャンネルではキャンピングカー、バンライフ、車中泊、ミニマムなライフスタイルを配信しています。興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。めっちゃ懐かしいね。そうだね。はい、楽しみ。もうね、めちゃくちゃお世話になった道の駅だからね。そう、バンライフ330日くらいかなの中で一番思い出深い、はい、ね、ところだね。一番泊まったね。一番泊まったし、一番過酷な時に行ってた、ね、そう、ね、一番コンパクトカーの時に、あとどんどん寒くなっていってね。そう、12月に、ね、で、はい、あの時さ、キャンピングカーに寝てる人がいてさ、めちゃくちゃ羨ましかった。ああ、そうだった。ね、いたいた。私たちは現在キャンピングカーで暮らしているため羨ましく思われたりもしますが、バンライフを始めたばかりの頃はコンパクトカー1台で暮らしていました。すごいちょっと惨めな感じだったから、ね、毎回ね、寝床を準備してね、そう、荷物をどかして、そう、でいつも今日が最後だと思って頑張ってね、はい、やってました。そしてリンゴがめちゃくちゃ大量で安かったから、そうだそう、リンゴを買って丸かじりしながらね、リンゴ30個ぐらい買ってたんだけど、そう、リンゴ良かったけどね、きつかったわ。やっぱ愛知はいいね。そうだね、うん、やっぱさ、戻ってくるとさ懐かしいね。あー、なるほどね。そっかそっか。りさこちゃんはこうやって予想の土地へ行ってしばらく過ごしてっていうことが初めてだから。ああ、そうだね。地元に戻ってくる感覚がなんか懐かしいんだ。そう、もう本当にね、やっぱ好きだなって感じで。なるほどね、うん、俺はもうさ、なんかもう10カ所ぐらいいろんなとこへさ行ってるしさ、うん、あとはバンライフもやってたし、うん、だからこう地元に戻ってきてもなんか慣れてるよね。夫大輝は15年前に消防士を辞めてからさまざまな土地を旅してきました。なるほどね、うん、まあ、ただ来たなっていう感じはあるな。そっか、うん、懐かしいしね、本当にね、好きだなって感じ。まあ特にひなこちゃんの実家の方はさ、山もあるし海もあってさ。そうなの、いいよね。そう、でただやっぱさ、こう今いる土地がいいなって感じるじゃん、うん、で沖縄もいいなって感じてたし、うん、で今しかね、この愛知県味わえないっていうのもすごい貴重なんだけど、うん、でもまたちょっとしたらね、戻ってこれるなって思ってるし、うんうん、でまたちょっとしたら沖縄にも行けるかなって思ってるし、そうするともう8月でさ、すぐ秋が来て、うん、そしたらすぐ沖縄行くかもしれんしそうだね。そう思うとね、まあ点々とね、うん、していくのはいいなって思う。そうだね、いいなって思うよ。結構一年のサイクルがね、いい感じに回ってる気がするね。うん、あとはお仕事ですね。お仕事ですね。まあそう、今回は沖縄が長すぎたからね。そうだよ、また沖縄行けるかはさ、フェリー乗らんといかんし、うん、そこでまたさ、うん、帰りのフェリーのお金がさ、そうそうそう、なかったらまた同じことになっちゃうから、ちょっとね、ちゃんと頑張ろうね。経済力を手に入れてね。そう、行けるね。頑張ります。頑張ります。そろそろじゃない？そろそろです。はい。
ったね。帰ってきました。帰ってきました。ここはどこと言いますか。豊橋の道の駅です、はい、道の駅豊橋です。はい、ここはね、いろいろ食べ物屋さんとか、はい、お土産屋さんとか、はい、野菜とかね、果物置いてあったりするから。そうだね、いいよね、綺麗だしね。はい、すごく久しぶりに。綺麗だよね。なんか達成感だね。ほんとコンパクトカーであの時は過酷な思い出しかなかった。そう。いやー、懐かしい。どこから行く？やっぱこの入り口からじゃない？はい、いい香りがするね。何回通ったか、ここ。今日はご飯も食べたいと思って。はい。うわ、涼しい。はい、あ、懐かしい。懐かしい、この映像。この歌をよく聞いてたね。よく聞いてた、もう覚えるぐらい聞いてた。ウケるんだけど。あ、懐かしいね。懐かしい。頑張った記憶が蘇りますよ。そうですよ。ここはね、なんかモーニング食べ放題とかもあるの？あったね。食べてないけど。で、あそこのね、はい、うどんが名物みたいだから。あ、そうか。はい、うん、ここで蜂蜜買ったね。買ったね、お土産に。豊橋名物カレーうどんです。なんかね、ご飯が入ってるんだよ。そう、これご飯が下に入ってるのが面白いね。豊橋名物。ああ、そうなんだね。へぇ、うまい。ちょっとヨーグルト。そうなんだって。買ってみるか。道の駅豊橋では、豊橋の魅力が詰まった商品や旬の農産物を購入することができます。そして、ここだけのオリジナルグルメがたくさん並ぶ中、名物豊橋カレーうどんをいただきました。とろろご飯とカレーうどん、さらに豊橋発祥の手筒花火をイメージした天ぷらがユニークな一品でした。これを食べるの？そう、一回はさ、これを食べようかなと思って。豊橋の名物カレーうどん、中にね、とろろご飯が入ってるんだって。だからそれにしてみる。大輝くん、何がいい？それでいいよ。はい、大盛りもあったよ。大盛り？うん、分かった。はい、じゃあね、そこで食券をね、買うみたいです。すごい、でかっ。めっちゃでかいよ。ぎゅ大丈夫か。ちょっと予想以上にでかかった。やっぱすごっ。やっぱびっくり。普通でよかったかもしれない。すごい。見てこれ、もうやばいね。こんなんなんだね。いただきます。なんか倍くらいあるね、大輝くん。ほんと。おいしい。おいしいね。でもこれ中にとろろご飯なんでしょ。すごいよね。うん。まだそこまでいけないけど。うん。大根みたいな。短と。ここはきっとちくわだよ。ちくわを食べてみよう。食べてみよう。出てきたよ。ご飯出ましたね。とろろご飯。
ただきます。すごいね、ご飯が入ってるなんて。おお、なんかとろろがあるからね、美味しいな。ああ、そうなんだ。不思議な感じ。へえ。とろろとカレーライス一緒に食べたことないね。ないない。美味しい。俺も食べてみる。すごい。大好きな地元を離れるのは名残惜しいですが、また次の土地へ向かいます。今回は東京で仕事のため、道の駅を転々としながらの旅が続きます。飲みます。どうですか。うまい。うまい。おいしい？うん。よかったね。うん。おいしいよ。今回の移動は雨が続き大変でした。バンライフ中の雨はいろいろと苦労も増えます。来ましたね、大輝くん。はい、来ました。東京に到着しました。はい、はい、今からお仕事に行ってきます。行ってきます、ね、うん、楽しみですね。そうだね、はい、じゃあ行きます。はい、こちらは最近ゲットしたデンマーク発シットパックブランドのアウトドアチェア、キャンプスター。まるで折りたたみ傘のようにボトルサイズに折りたたむことができるミニマムチェアです。私たちの暮らしにぴったりで、とっても気に入っています。はい、はい、あー、一個東京のお仕事完了しました。完了しました。なんとオーシャンズというメンズ雑誌の取材でした、うん、イエーイ。キャンピングカーのリアルっていうね、実際使ってる人の声を取材したいってことでね、はい、声かけてもらって楽しかったね。楽しかった。なんかライターさんとかさ、そのカメラマンさんとね、プロの方とさ、そう、いろいろね、うん、このライフスタイルを結構ね理解してくれて、うんうんうん、それも嬉しかったし、うん、僕はそのプロのカメラマンにカメラのことちょっと聞けたし、うん、いろんな仕事をしてる人の話を聞けたので、ね、楽しかったし、ね、楽しかったです。自分たちもね、キャンピングカーのことをいろいろ話せてよかったね。よかったね。はい、たね、はい、お仕事もらえて嬉しいです。嬉しいです、はい、この後はまた東京で一つ、はい、仕事がありまして、はいはい、あとは友人に会うという予定が、うんうん、しばらく道なりです。あるのと、はい、なので東京で過ごして、はい、でその後ね、ちょっと気温とかにもよるけど、できれば北上したいかな。できればね、ね、と思ってます。